ここペットか？あれ、犀原久々だね。木曽山、何の用？久しぶりの再会なのにそっけないな。白々しいな。またつけてきたんだろ、出口開けろよ。また熊倉さんのお使いか。お前、あの人の言いなりらしいな。そのセリフそっくりそのままてめえに返すよ。え？何のこと？ああ、これ気になる？だんだん！お前も知ってる人だよ。うまと。ピンポンピンポンピンポン、大正解。お前何腕組んでんだよ。おめえだよ。おい。お前は俺より偉いのか？え？なんか言えよ、こら！おい！こいつな、うちの売り上げ盗んで逃げようとしたから。うん、タンうめえな。タンもっと食いてるな。うまと、お前売り上げ未達だったよな。はい。何普通に食っちゃってんの。すいません。よし、うもとの下食うか。うもとのタン、うも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 タン。両手の神経切って、両足のアキレス腱切り取って食べちゃった。舌も半分切り取って単塩にしてレモンかけて食べた。詳しく聞きたい？ちょっと聞きたいけど胃もたれしそうだからいいよ。こいつな、お前のことはもちろん自分のことも認識できてない。やりすぎた自分への戒めとして面倒見てやってんの。戒めだ？見せしめの間違いだろ。おい、お前俺らのこと殺にチクった？ん？お前が辞めてから俺ら警察の一斉捜査を受けたんだわ。支部のほど全ての場所もメンバーの構成も細かくチクったやつがいてな。知らねえよ。俺のことが嫌いなやつの仕業だろ。お前のこと嫌いなやつが地球上に何人と思ってんだ。敵が多いのはお互いそのごろ。またな、犀原あかね。でここはペットかなのか？